ニメと違ってめちゃくちゃいいと話題に、に対する読者の反応集。普通にいいんやがどうすんのこれ。笑い声ええし。カンオサムとかもめちゃくちゃいい。なんでアニメでこれができなかった？アニメと全然違うのほんま草。アニメのまんまで草。どっちだよ。なんでやろな？いやなんか加工されてるだけやろ。笑い声がワイの想像してたデンジまんまや最高じゃないっすか。加工が優秀やとしてもじゃあなんでアニメで加工しなかった？ってなるからな。加工したら叩くくせに。これに関してはそんな変わらんやろ。永遠の悪魔のとこアニメでもこれくらいになるんちゃうか。声とチェーンソーの音のバランスがいいよね。普通に良いの草生えるこれなら文句ないわ。モンストの運営めちゃくちゃチェーンソーマンわかってるやん。視聴者が見たいのはキチゲ解放した演技なんよ。デンジってそれなりに良心的やけどチェーンソーマン時はキチゲ解放しとる解釈と思うのが普通やろな。ほんで強いか？刀使うキャラなのに友情コンボミサイルで臭い悪かよ。刀使えますか？むしろ原作通りやろ。呪いの悪魔のデコピン刀ミサイルやぞ。ナユタと被せるのはええやろ。ここまでイカレ笑いするかどうか微妙やけどアニメのテンションよりはマシやな。そもそも何でデンジが光属性なんだよ。普通に闇属性とかで良いだろう。お前技とか、光の力使えるんやぞ。光によく使うならな。未読か？アニメのままやん。Twitter でデンジの声優がコラボのためにボイス取り下ろしましたって言ってて草。やりたいようにやらせてくれたんやろな。おかげで伸び伸びしとるなぁ。逆漫画的表現が排除されるなら小紅ちゃんのあの鼻水垂らしも抑え気味になるのか？デンジよりアキくんの SS 演出のダサさのがやばいやろ。こんならまだやりやすいやろ。未来とか呪いとかどう表現すんねん。狐は被せられるのに手は場所固定の謎。ちゃんと手と狐の位置合わせて欲しかったわ。リズム天国かよ。ネテロの位置の手やん。マキマもこれの手拍子バージョンやで。デンジの声優上手すぎやろ。アニメの方が良くて草。アニメの方の声わからんし。こういうのでいいんだよ。アニメの声そんなあかんか？そんなことよりこれリセマラチャンスか？別にリセマラするほどの価値はない。投票ガチャと虹玉でやってろ。結構チャンス。ダンジョン明日の昼で終わるから最高のリセマラ環境12時間くらいしか残ってないぞ。敵キャラや姫野も小紅もコラボの先になるけどどうなっとるんや。一応ネタバレに配慮するやろ。コラボとアニメを合わせないと話題に乗っけられないからね。スパイもそうだったし。コラボ期間中の放送の中でも出ないキャラのクエストがあるのは意味不明だわ。サワドまでしか出なくて草これ絶対盛り上がらんやろ。追加でサムライソードや。サムライソードは絶対出るやん。追加超究極サムライソードやろ。もうどうせネタバレ濡れやし。鬼滅もタンジェロ、キユー、部長だけやったけどモンスト史上最高売り上げ叩き出してたぞ。コラボはどこまで進んでるとかじゃなく単純に作品人気あればバズるよ。追加来るぞ。パズドラとコラボするのはいつ頃になりそうや？早くて1ヶ月後遅くても1年以内には来たる。モンストってもうルシファー雑魚なんかな？